こんにちは、ゆうやです。いつもこのチャンネルを見ていただいてありがとうございます。今回紹介するブランドはこちら、東洋エンタープライズでございます。東洋エンタープライズというのは厳密に言うとブランドではなくて会社名なので、一概に東洋という名前を聞いてもいろんなブランドを運営しているので、アロハシャツだったりフライトジャケットだったりといろいろ思い浮かぶ方もいるかもしれません。ですがその中でも最も代表的といいますか、このアイテムと一緒に発展してきたと言っても過言ではないアイテムがテイラー東洋というブランドが作るスカジャンです。このスカジャンというアイテムは日本が発祥だと言われておりまして、今回紹介する東洋エンタープライズの前身である工商商会が生み出したとも言われております。今回はそんな東洋エンタープライズのブランド紹介というよりも、スカジャンとは一体何なのか、どういう経緯で生まれたのかというような内容を中心に歴史や定番商品をご紹介していこうかなと思います。いつもの動画とは少し切り口が違う格好になるかとは思いますけれども、今回もできるだけ分かりやすく皆さんにお届けできるように頑張って撮影していきたいと思います。それでは早速ですが、ブランドの歴史や概要からお伝えしていこうと思います。東洋エンタープライズ株式会社は1965年代表の小林良一氏によって設立された日本のファッションブランドです。アメリカンカジュアルウェア全般の企画製造を手広く展開しており、実在した旧ブランドの実名復刻も行っています。代表的なブランドとしてはテイラー東洋、シュガーケーン、バズ・リクソンズ、サンサーフなどが挙げられます。前身会社は三菱財閥系の商社で生地貿易を行っていた工商商会です。スカジャンをはじめとした衣料品を米軍基地へ納入していました。時代は戦後の混乱期まで遡ります。その頃の日本人はとても貧乏でした。そんな中、日本にお金を落としてくれる米兵向けのお土産屋が東京の銀座界隈に多く並んでいました。日本風の人形などが飛ぶように売れ、少しずつお土産として好まれるものを自分たちで作り売るという流れが確立していきました。ベースボールジャケットを模して、そこに日本独特の派手な竜や鷹、虎などの刺繍を入れて売っていたスカジャンは、もともとそういった米兵たちに向けて作られたものでした。日本駐留の米兵たちが駐留した記念としてオリエンタルな柄を所属していた部隊や基地などの自分たちのジャケットに刺繍したのが始まりであると言われています。生地は物質統制外で手に入りやすかったレーヨンを使い、それをシルク素材として当時は売っていました。シルクと言ってしまえばそれが通る時代背景、瞬く間にスカジャンはすぐに売り切れてしまう人気アイテムとなりました。そこに目をつけた米軍基地の売店 PX により、スカジャンは土産物、スーベニアとして商品化され、各地の米軍基地の売店で販売されるようになりました。そして当時このスカジャンをはじめとした衣料品を米軍基地へ納入していたのが東洋エンタープライズの前身の会社、工商商会でした。創業者の小林氏は米軍基地に出入りしてスカジャンを大量に販売しました。その結果、スカジャンの生産が全盛期となった1950年代には納入シェア 95% を占めるほどになりました。そうして一時代を築き上げた工商商会は1965年東洋エンタープライズ株式会社に社名を変更し、創立から50年以上経った今もなお人気を博すブランドを運営しています。以上がブランドの歴史と概要になります。今回はブランドというよりも会社の紹介という意味合いが強いので、冒頭でもお話ししたように少し切り口の違う歴史の紹介になったかと思います。こういう風な歴史を紐解いていくと、スカジャンというアイテムの理解が深まって着るのが楽しくなりますよね。2016年頃には前回ご紹介しましたルイ・ヴィトンやザラなどがこのスカジャンを作って世界的に流行したそうなので、流行りとか歴史というものは繰り返されていくんだなという風にも思います。そして本来スーベニアジャケットという名前のアイテムなんですが、なぜスカジャンという名前で日本では愛されているのかというと、これは横スカジャンパーの略語みたいですね。もともと各地の米軍基地の売店で売られていたものなんですけれども、米軍基地があった横須賀などから B 級品が流出して、アメリカ兵が着ているスカジャンに憧れた日本人の間でも広く知られるようになったそうです。横須賀から流出したのでスカジャンと呼ばれるようになったということです。この辺の歴史も面白いですね。スタジアムジャンパー、通称スタジャンと呼ばれるものはまた別のアイテムで、アメリカで作られたものなので間違えないように注意してくださいね。このあたりもまた別の機会で解説していきたいと思います。それでは続いて、東洋エンタープライズが運営するブランドがいくつかありまして、その中でも代表的なブランドとアイテムを3つほどご紹介していきたいと思います。定番アイテム、定番アイテム、まず1つ目はもう散々紹介してきましたが、こちらのテイラー東洋というブランドのスカジャンになります。
前面の胸のあたりと背中にオリエンタルな柄の刺繍がありまして、レーヨンを使った光沢のあるサテン生地で作られているのが特徴です。襟、袖、裾とリブでできています。そしてもう一つ特徴的なのが、大体のスカジャンはリバーシブルで作られています。なんでリバーシブルで作るのかという理由がいまいちつかめなかったんですけれども、大体これじゃないかなという理由はあります。一つがリバーシブルにすることによって丈夫で洗濯にも強くなること、そして二つ目が表裏で2枚分楽しめるというエンターテイメント性、そして三つ目が縫いやすいというところになるみたいです。リバーシブルは縫製が面倒な気がするんですけれども、どうやら情報によるとリバーシブルの方が縫いやすいみたいですね。これは憶測なんですけれども、お金のない時代だったので手間を省くためにそうしていたのかもしれないですね。このあたりは僕も縫製の知識があるわけではないので、もし詳しい方がいましたらコメントでぜひ教えてください。価格はピンキリなんですけれども、だいたい 5,6 万円ほどで買えますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。続きまして2つ目がこちらのサンサーフというブランドのアロハシャツになります。こちらも東洋エンタープライズという名前を聞けばまず思いつくような定番のブランドとアイテムになります。アロハシャツは1930年代頃からハワイで作られてきた歴史がありまして、1950年頃に最盛期を迎えたアイテムとして有名です。その頃プリント生地をアメリカや日本に発注していた流れから東洋エンタープライズも作るようになったそうです。そして1970年代にサンサーフというブランドを作って今に至ります。こちらも50年近い歴史がありますね。アイテムとしては伸縮性があって滑りやすいレーヨン生地を使っておりまして、裁断や縫製に非常に高い技術がいるものになります。特徴的な和柄は物によってポケットや身頃までも柄合わせをしていて、細部まで抜かりのないデザインになっています。開襟といって襟を開けた状態で着ることを前提にしているので、一番上のボタンは閉めずに着るのが一般的です。そしてボタンには貝殻やココナッツの木など変わった素材が使われていることが多いです。こちらも定価は物によって様々ですが、だいたい 1,2 万円で買えるアイテムになります。気になる方はぜひチェックしてみてください。最後にご紹介するのがこちらのバズリクソンズというブランドのフライトジャケットになります。以前このチャンネルでもご紹介しましたザ・リアル・マッコイズというブランドと共同で1993年にスタートしたブランドになります。ヴィンテージのフライトジャケットを細部まで徹底的に復刻するブランドです。パイロットのために作られたフライトジャケットのスペックや縫製を忠実に再現していて、現在でもかなり人気の高いブランドとアイテムになります。様々なフライトジャケットを展開していますが、その中でも人気なのが A2、MA1、L2B あたりかなと思います。価格は MA1 で5万円ほど、A2 で15万円ほど、そして L2B で6万円ほどになりますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。以上3つのブランドとアイテムを中心にご紹介してきましたけれども、その他にも様々なブランドやアイテムを展開しています。今回も東洋エンタープライズの公式のホームページを動画下の概要欄に貼っておきますので、気になる方はぜひそちらから飛んでチェックしてみてください。では最後に僕が東洋エンタープライズについて思うことをこれからお話ししていこうと思います。ゆうやフリート。これまでの流れを見ても東洋エンタープライズが作るブランドやアイテムはザ・アメカジというようなラインナップだというのはお分かりいただけたかと思います。それもそのはずで、なんといっても創業者の小林良一さんは世界的なヴィンテージアロハシャツのコレクターであり、研究家としても知られています。もし僕が一ブランドのデザイナーや創業者だったとしたら、どうしても時代を追いかけたアイテムを作りたくなるかなと思うんですけれども、この会社はずっと昔ながらのアイテムを作り続けているのですごい会社ですよね。だからこそ尖ったアイテムを作り続けられて、ファンを未だに増やしているんだろうなと思います。中にはゴールドというブランドも運営していて、唯一現代風のブランドも一応あるんですけれども、僕はやっぱりテーラ東洋とかサンサーフに惹かれちゃいます。東洋エンタープライズのファンの方がもしこの動画を見てましたら、ぜひそのあたりもコメントしてみてください。アイテムの価格が結構高めなので、そんなに何着も買えないんですけれども、僕も東洋のスカジャンとアロハシャツは何着か持ってます。特に僕はアロハシャツが好きなので夏にはよく着ています。めちゃくちゃアメカジ好きというわけではないんですけれども、なぜか惹かれて買っちゃうんですよね。服というよりもアートな感じがしていて、デザインありきのアイテムとさえ思えます。自分自身派手なものを好む傾向がありますので、自然と惹かれてるのかもしれないですね。そして僕はまだ定番のバズリクソンズのフライトジャケットは購入したことがないので、今後機会があれば購入して使いこなしてみたいなと思います。
古着屋さんに勤めていた時から上質なアイテムだなと思ってずっと興味はあったブランドなので、いつかは何着も購入できるほどお金持ちになりたいと思います。 Google さん、早くお給料ください。以上、お金大好きゼニゲバーズのコーナーでした。はい、というわけで今回はアメカジブランドを多数運営する会社東洋エンタープライズをご紹介させていただきました。今回の動画はいかがでしたでしょうか。このように当チャンネルでは様々なファッションブランドの歴史や定番商品などを紹介しています。これからおしゃれになりたい方やブランドについて詳しくなりたい方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。高評価やコメントもぜひぜひお願いします。というわけで今回はこれで終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。